山形市の土産物店にお歳暮などの特設コーナーが開設され、早くも年末商戦がスタートしました。山形の良いものをお届けするぞ。えいえいおー。山形市の県観光物産会館グッド山形には、そばやドレッシングといった山形や東北各地の厳選ギフトおよそ100セットを集めた特設コーナーが設けられました。今年は手土産品として人気が高い1000円台の菓子類や、年末年始家族などで集まる機会が多くなることから、お酒のラインナップを充実させています。一方、物価高の影響でギフトを包装する箱代が去年に比べおよそ 1.5 倍となっている商品もあるということです。こういった機会で山形の商材をしっかりと多くのお客様に届けたいという思いで、食べ慣れてる山形の方では食べ慣れてるかもしれないんですけども、全国の方にはすごいこう、ね、お喜びいただけるような商材をしっかりとお届けしたいというふうに思っております。特設コーナーは年明け1月13日まで設置されます。